11月5日金曜日、皆様お元気でしょうか。僕も大学に回復してきて、だいぶんと気分が良くなってきてますね。しかし上司の方は相変わらずですね。夜中にちょっと見てましたけど、カルっていうのはなんか性格以上ですね。シャーデンフロイデだし、人のこう喜びと感じるっていうのは僕にはちょっと理解しがたいんですよね。そういうふうな人とは思っていないですね。また他の彼の仲間っていうのも大体精神異常者の集まりですから、あんまり相手にしないことにしましょう。心配中が56キロでしたね。松の高さをガードグッと背骨伸ばす183がやっぱりあるんですね。僕は177センチだと思ってたんですよ、自分で。実はそんなに、まあそれだけ背骨が回ってたっていうことなんでしょうけど、まあ今日なんかは本当は外に出て乙女山公園でも行ってみたいっていうのが本音なんですけどね。そこが乙女山公園、目と鼻の先だけど、僕はメチロの西部病院というところです。また、看護師さんや中にごちゃごちゃ言われるのも嫌ですが、今日は、ここまでにしておきますが、また後で気が向いたら配信したいと思います。では失礼します。